はい、こんにちは。今回はね、こちらですね、フォルクスワーゲンの、ゴルフというものになります。で、こういう説明でありますと、74年5月にパサードシロッコに続く新世代の VW 第3弾として、登場したと。で、ひときわ優れたパッケージングと性能によって、その後の小型乗用車の世界に大きな影響を与えた傑作車で、一足先にそのクーペモデルであるシロックをデビューさせている。で、満を押してシロック車種のグループが登場したんですね。で、フル4分5シーター版として開発された5ドアハッチバックのコンパクトなボディはシロックと同じく十字架のデザインになると。ホイールベースは2400m、全長3725m もかかわらず、天高を高く取ったため、小型車の基準からすればたっぷりと車内スペースとラゲッジ量も確保していた。フロント入口で全量起動するパワーイットはシロックの共通の直四 OSOC で、ノーマル L は 1093cc、50馬力、高性能版のDLSは 1471cc、70馬力が搭載され、足モールもシロックと共通で、前はネガティブオフセットが与えられたマクスワソンストラット、コールの独立、後ろはスミトリン側のコールのハンドゴディスである、ブレーキはノーマルで4人ともドラムだが、S の前輪ではサブ付きディスクがついたと。で、76年型から、S ユニットは 1500cc、75馬力に最大され、またスーパーロックフサル GTI も登場。77年では 1500cc で12馬力の異常イグニッションユニットや高級版の GL が加えられたほか、 1570cc、50馬力ディーゼルユニットを積んだ経済車ゴルフディーゼルがデビュー。78年には GTI を除く 1500cc ユニットの新設計 1557cc に搭載され、79年フェイリスト登録された。80年に登場、新たに 1272cc、60馬力ユニットが導入されなど、83台機、ゴルフ2に戻り転移されるまで改良は続けられたんですね。で、ゴルフは77年1月、生産総合100万台、78年秋台200万台を突破。79年には年間66万2千台を記録して、カローラを抜いて、人国車世界1位に参加したんですね。で、以後も小型車に染まるまで、VW には待望を支える世界のベストセラーカーであり、小型車のスタンダードで、あり続けた車ということで、77万台、66万2千台の車を売ってるんですからね、すごい台数を売ってしまったというんですね。で、それがこの初代のゴルフでして、1974年から83万。で、そして、一番高いやつで、LS が 171.2 万円、L が159万5千円でした。で、当時これが79年春に加わったのが、この初代ゴルフのカブリオレというものが加わったということですね。でもなかなかこれは非常に、いい車でね、すっきりとした、本当すっきりとした形の車なんですが、なかなか面白みがあります。で、ここのところがこれ割れてるわけではなくて、ここがちゃんとこのワイパーの部分がね、こういうふうに後ろのワイパーまでついてあるんですね。これは今のトミカにはないのが残念なところですね。こういうふうに後ろはワイパーまで、こういう細かいところまでちゃんとついてると。で、これはこういうふうにサンルーフが閉まってる状態ですけど、こういうふうな状態にちゃんと作り上げていて、で、これを開けたときに、こういうふうにね、ゴルフの、当時はダッシュボードっていうのはうまく再現することはちょっと難しかったんですが、こういうふうに内装なんかも非常によくできていました。実際のゴルフのシートっていうのはこんな感じのシートでしたね。で、それを見事に再現されてると。で、こういうふうに並べると、もう日本製ですね。F3 っていうのはこれは青箱の時代なんですね。昔ブルーボックスって言った人がいましたけど、それはブルーボックスっていうのは、そんな言い方はしませんからね。青箱っていうのが正確でして、ブルーボックスっていうのは聞いたことありません。ですから、青箱というのが、本名、トミカの中では通っているということですね。で、それで、そうですね、その車というのが、なんていうんですかね、この青箱っていうのもやっぱり当時の、昭和時代のみの時代に存在をしたものですね。で、これも確かギフトもので、ゴルフセットってわけじゃないんですけど、他の車種がいろいろ入っていて、
そういったものが少数出回ってたかなと思うんですね。ただ今にして思うと、もう昭和の聞くものというのも、もうはるか昔の話になるので、もう今となっては手に入りにくいでしょうね。かなり希少になってると思います。まあ当時はね、それこそ昭和の時代、30年以上昔の当時の時代は、たくさん購入することが意味ですね。普通にっていうか、別にそこら辺にちらほらとおもちゃに行けばあったから、だからまあ別に苦労することもなく、おもちゃ行って頼めばすって買えたわけですよ。ところがですよ、もう昭和という時代が終わり、平成という時代も終わった今となっては、もうかなり昔のもので、特攻の昔に製造中止されちゃったから、もうないんですよね。それこそ誰かがコレクションしてる人じゃないと、その人が何らかの理由で手放すのを待たないと手に入ることができない。だから逆に言えば、その人たちがコレクションとして手放すということをしなければ、一生ものとしてずっと残ってる人のところに行っちゃうと、まあ手に入ることが何番ある意味できないっていうことですよね。だからまあそれだけ今となっても、もうこれはもう大変貴重な車種ということです。で、この緑色のね、感じがまたいい感じでね、非常にこう見た目もシンプルなんですが、まあシンプルの上でこの車は非常に中が白くて、まあこれは赤の内装になってますけども、グレードによっては、そのまあ柔らかい、なんていうんですかね、こうモケット張りのシートになっててね、でこうクリーム色みたいな色の感じが、またそれがいいなっていうところですね。だから一番最初のゴルフってこう質素だったんですね。ところがこれがだんだんゴルフが代を重ねていくにつれ、だんだんゴルフがこう高級車になっていく。だから日本でいうところ、まあ説明でもありましたんですけど、日本でいうところのカローラです。日本でいうところのトヨタのカローラ、そのクラスの、まあ、大衆車というかね、まあ本当に経済的なことを考えた、まあ一般の、そこら辺に走り回ってる車というかね、ですよね。まあだから、まあ別に当時としては、まあ珍しい、それほど珍しいわけでもないし、それこそまあ普通にあるじゃんみたいな、そんなような車だったんですね。ところが、まあこういう車ってのは当時の基準で言えば普通でしたけど、これが年月が経ってくるとね、だんだん同じ型の仲間がどんどんいなくなっちゃうから、そうすると同じ型の車がどんどん穴打っちゃうから、そうするともうその中で生き残ってる車ってのが非常に珍しくなってくるわけですよ。で、そうすると、まあ不思議とその当時は普通じゃんって言われてたものが、今となってみれば、基準が随分変わったから珍しいねっていう車になってくるんですね、こういう車が。で、こういう大衆車ってのがある意味、そのある意味便利になればたくさん作ってたから、もうある意味部品が豊富にあるっていうことですね。ですから、まあ部品が切れて壊れて困ったなっていうことがなくなるってことですよ。まあする分だけやっぱりいいなというふうに、大衆車の便では、そういう点ではいいなというふうにまあ思いますね。ただまあ日本ではね、これはトミカとしても古いものですから、当時トミカとしても大量にありましたが、今ではもうほとんど見かけることはもうない。もうこの時代のトミカを初めて見たって人もいるかもしれないですね。特に今の子供たち、小学生とかの子にとってみると、これは馴染みがないから、まあ初めて見たという人も多いかもしれません。何しろね、今の小学生ぐらいの子って言ったら12歳ぐらいでしょ。で、10年ぐらい前のトミカって言ったら、もう10年だけで随分トミカのバリエーションも変わりますから。そうすると、もうその時のものって言ったら、自分が小学校で、その子が小学校に上がってない、もう保育園、2歳、2歳か2、3歳ぐらいのほぼ赤ちゃんの時代ですからね。そうすると、そんな時にトミカでもっと遊んだってことは、記憶にあるものもあればないものもあるから、そうすると非常に記憶自体がこう曖昧なね、ちょっと薄い記憶になってくるので、そうすると、まあその時代のものを見るっていうのも、ある意味初めて、12歳、11歳、10歳から12歳になって初めて見たっていう
感覚になるかもしれませんね。うん、だからまあそういうふうに、まあ、10年前って言うとね、それは歴史的に見たらつい最近じゃねえか、新しい時代じゃねえかと思うんだけども、でもまあ10年前のトミカと今のトミカというものを見たら、明らかさまに全部ほとんどの車種がみんな違ってるんですね。だからその中で根強く生き残ってるっていうのはほとんど少ない。もうほとんどのやつがもう切り替わっちゃってるからね。あの番号はこうそれぞれ番号は1から120って番号はあるけども、でもその中の台数やりかほとんどもう切り替わっちゃってる。でああいうのはもう一旦絶版になっちゃうともう二度と発売されることがないから、よほどなんかあの人気があるやつじゃないとまた復刻したりするってことはないですからね。で仮に復刻版が出たとしてももうそれは当時ものは当時もので復刻は復刻っていうまた新しい別のものになってしまいますから、ですからまあこれは非常に、貴重な車種であるということですね。どうもありがとうございました。